Mojo. Mojo. Ma. Mojo.見てないけど。
go home. で死のうかと思ったよ。兄、せっかく治療してあげたのに、ひどい。小鳥さん失望した。誰のお尻がプリプリしてるって？まったくもう。来ちゃったね。どこまで気づいてる？小鳥さんの工房、見えないかもだけど、そういう感じの場所で、あれがパワースポット。もし液体みたいなものが見えてるなら、絶対に触れたらダメだよ。溶けるから。それが見えてないなら影響もあまりないんだけど、見えてるということは波長が合うということだから危険。そうだろうね。小太郎くんにだけは知られたくなかったよ。じゃなくて取材。取材。取材の約束はしてた。うまく混ざりきってないよ。ごめんね。緊急事態になっちゃって、こうやって引きこもらないといけなくなったの。出すよ。飲み物でも用意するから。お母さん、飲み物、甘いの2つ。じゃああっちで話そう。机とかあるから。今呼ぶから待ってて。座って。平気だよ。植物から抽出した水分、甘いの。長い話だから薪で話すね。質問タイムはその後。この世には魔物使いって人たちがいるの。魔物ってのは操れるモンスターみたいなもの。魔物使いはずっと昔からたくさんいてね、集まって自分たちの存在を秘密にしてる。バレたら大変だから。そんな魔物使いたちの本拠地が
この風祭り師。その組織はガイアとか呼ばれてる。宗教とか秘密結社とか隠れ蓑を利用しながら発展してきて、ついに町を丸ごと構えたってわけ。バカにしてるでしょ。マグナマーテル会って有名な環境保全団体がナポリにあるんだけど、それガイア母体なんだよ。日本支部は日本マーテル会として練馬に事務所を構えてて、林業支援の NPO 法人を運営してたりする。そういうのいっぱいある。簡単には割り切れないかも。ガイアの目的は地球を救うこと。これだけ見ると正義みたいだね。ガイアには宗教的側面もあって、判断は星自身がするって教えがあるの。だからガイアが率先して人類をどうこうってのはないよ。ボスかどうかはともかく、たまに地球は人の世界に死者を送り込んでくるんだ。その死者が鍵って呼ばれてる。ガイアの内情ってあまり詳しくはないけど、そんな感じ。違うよ。そうだよ。ううん。あのね、私ガイアじゃない魔物使いだから、無所属なの。正確には、ドルイド。勝手にそう言ってるだけだよ。ケルト社会のドルイドって、宗教的指導者のことなんだけど、知識を持っているのに、それを文字には残さなかったんだ。秘密主義だったんだね。口伝ね。魔物使いにもあるの。文字でも言葉でもない情報の残し方が。ヤドリギって知ってる？そう。そこに教えを封じ込めて読み取らせることができるようにするの。私もそう思った。資質がないと無理。そういう人にとってはただの草。ペロって覚えてる？チビモスは死んだペロなんだ。魔物として。でもうまくできなかった。最終的にマンモスの牙を素材に加えたら安定したの。お父さんのハンコ、マンモスの牙でできてた。チビモスはね、人の目に触れても怪しまれないようになってるの。ドルイドの秘伝にレシピがあって、すごく難しいけど、認識されにくい魔物の作り方ってのがあるの。あのパワースポットがいるけど。地球の命のエネルギーが吹き出てるんだよ。
うとは、鍵が現れる時に通ってくる穴。私の知る限りだと、そこにある一つだけ、ドルイドの力の源でもある。ガイアの魔物使いは、自分の寿命をエネルギーにして魔物を刺激するから、そこが一番の違いだね。わかんない。地球の内側からやってくる存在で、救済者になるかもしれない存在だって。私が宿り木に触れて、ドルイドの知識を得たとき、鍵を守れって要求された。その子だけど。人です。地球が作った魔物みたいなものだから、人間の魔物には負けないよ。女の子に見えて込められたエネルギーが段違いだもの。そもそも鍵を見ることのできる人が滅多にいないんだから。派閥があるんだと。でも今はほとんどガイアに吸収されちゃってるけど。なんか質問ある？いいよ。アウチ。ライフライン、オーディエンスで。嫌いじゃなかった。ダイジング。ん？え、違うよ。ヨシノ君はただのヨシノ君です。お昼の準備しなきゃ。忙しい忙しい。コタロウくんは適当しといて。
それ薬品になるやつね。食べない方がいいよ。うんうん、休んでて。Thank you.
ある道具だね。ううん、まだ通りかかっただけ。本物というか、その紙切れ自体が一種の魔物だね。地球ではよくあること。魔物は契約者が必須だからノラってのはいないけど、こういう道具みたいな動かなくてちょっとの力しかないものは割と流出してるんだ。だからたまに質屋さんとかでヘロってマジックアイテムが並んでたりするの。面白いでしょ。ゲーム感覚で生きてるな。調べてみないとわかんないけど、エネルギー自体は使用者から徴収してるんだね。だから契約者がいらない。こういうの作るの難しいんだよ。ねえ、それちょっと調べてみたいから借りていい？ありがとう。じゃあ仕事に戻るね。ここ。いじめちゃダメだよ。その人超ビップだよ。魔物作ってるの。割とグロ画像なことがあるから見ない方がいいよ。そりゃまず作らないとダメさ。これは形や機能を整えてるだけだけどね。実在する動物をモデルに魔物を作るときには、いらない臓器なんかを取り除いた方が効率がいいんだ。大枠が決まったらあとは契約をするの。契約ってのが有機物を魔物化する作業だね。これは呪文唱えて即って感じに近いよ。デザインが悪いとうまい魔物にならないって禁止の教え。禁止はさっき話した教育効果のある宿り木のことね。全部禁止にレシピ載ってたやつそのまんま。私がやったのは素材集めと加工だけだから。10年近く。Thank you.
氷が入っただけ。ちなみにパワースポットから無尽蔵にエネルギー供給を受けられるから、一人でもいっぱい魔物が使えるんだ。あまり詳しくないけど、普通は寿命を削って刺激してるはずで、だから一人一匹がせいぜいじゃないかな。大型の魔物はそれだけ燃費も悪くなるし。男の子ってこういう話好きでしょ。あれは私の手持ちで一番よくできてる。同じ性能のものを普通に魔物化したら軽自動車くらいのサイズになっちゃう。既存の動物を利用するんじゃなくて、最初から戦闘用にデザインされてるんだと思う。戦闘能力は高いと思うよ。でも昔、神話の時代なんかにはもっと強いのもいたっていうし、全体で見ると中くらい？中の下ランコかも。小太郎くん、ゲームの。ああいうのはよっぽどうまく設計しないとまともに動かないから、数は少ないはずだ。何百年も研究してやっとって感じ。いるよ。おかけんのネタでも来てた木人ってやつとか。木人っていうの、古代からいる魔物ね。動きが遅いから労働用なんだけど、大型にすると強い。木人は一般の人に目撃されてる例も多いから、各地の神話に名残があるかも。今度見してあげるね。できたっと。蘇生なんてしないよ。飛ばしてみるね。うまくないね。鳥って難しい。ペロは復活なんてしてないよ。ペロは死んだんだから。たまたま。チビモスには認識を攪乱する能力があるの。見た人に犬って思わせる影響力のことね。そう、ボディーガードとして使うことを想定してるの。攻防も同様の結界で認識を攪乱してる。だからたまにしか入ってこれない。機械じゃないからたまにヘロッと。マンモスの牙だけでも数
土とかを素材にしてマンモス型は作れる。けどそれだと街中で目撃されたらアウトでしょ。小鳥さんのミステイクや。量産型にはないのだ。設計から完成まで3年を費やしたのだよ。破ったら力がなくなるかもしれない。わからない。それにあの人が戻ってきた以上はスルーできないよ。小太郎くん、そろそろ戻る？チビに送らせるけど。いけません。あたしゃ振り込め詐欺かい？誰だって大変なんだよ。それに小太郎くんにいてもらってもすることない。
魔物で偵察できるんだけど。仕事なんだ、これ。全て終わったら戻るつもりはあるんだよ。そしたらまた遊んでくれたらいいから。鍵が存在するうちは隠れ続けなきゃ。NG だね。ドルイドの技はどれもパワースポットが必要なんだ。あれは原子炉みたいなものなの。なくなったら全部自分の寿命で賄わないといけなくなる。魔物は数百匹以上刺激してる。パワースポットが失われることがあれば一瞬で命が吸い尽くされると思う。命綱なの。多少離れても平気だけど、もしここを利用できる他の魔物使いが来たら。悲観するほどじゃないよ。休学したのは単に時間が読めないからだし、最後まで隠れ続けることができれば。とにかく今は場所を隠し続けなきゃ。結界を二重三重に増やして、魔物も増やして、それで。よその魔物が周辺をうろついてたら
私気づくよ。今のところそういうことはない。気づかれてはいないと思う。魔物の活動状態と位置が直感でわかる程度、魔物使いが近くにいればいるほど情報は伝わりやすいね。共感能力に特化したタイプ、魔物と魔物使いの間の共感のことね。映像とまではいかないけど、会話くらいは筒抜けになるかも。やるかな、そこまで。いくつも持ってるから口伝を禁じてるんだって。そう簡単には見つからない。危ないのは人がたくさん入り込んできた場合、確率的に誰かがここを見つけてしまうことがあるの。あれが小さく作られているのはそういうことだね。大きくすればもっと強くできるけど、外では使えなくなる。まあね。でも今晩はいいけど。うん、わかった。無断で結界の外に出ちゃダメ。それだけでいいよ。あれはコタロウくんが結界のお守りを取っちゃったからだよ。
エネルギーの塊だから、千年くらいは飲まず食わずでいけると思う。イエス。わかんないの。宿り木は、守れとしか教えてくれなかったから。Thank you.
ゆゆゆゆゆゆゆう、ではよく眠れた？ダッシュ、餌を食べ。昔のドルイドも食べていたという伝統の味。悪くないよ。安心してお食べな。まあ順調。植物を使って作る魔物。ドルイドの教えにはあまり強い魔物はいないからね。これも戦うためのものじゃないし、伝令とかに使うんだって。魔物の状態や体験はある程度は操る方にも伝わるんだけど、ごく近くにいる時じゃないと無理でね。魔物化する時に高精度の感覚器を再現するか、もともとあるものを利用するか。でも例えば猫の目って特殊で、見え方が人間と違うの。同期できてもちゃんと見えるとは限らない。同期って個人差もあるしね。めちゃたくさん作ってれば、たまにものすごく相性のいい個体が生まれたりするけど、宝くじみたいなものだし、私の場合、チビがそれに当たるから。そう？あまり感情移入しない方がいいと思うけど。誰かに、壊されるかもしんないから。いい女ってドライなの。この魔物は体験をリアルタイム送信するのは苦手だけど、情報を体内に蓄積できるんだ。蓄積された情報は
契約者なら触れれば読み取れる。だから偵察にもなんとか使えるってわけ。軍用のスパイロボットの方が100倍高精度だけどね。あ、いけない、そろそろ行かないと。違うよ、パトロールに行くんだ。でも心配はいらないから。10年間ここで学んでたんだよ。だから庭みたいなもので迷ったりすることはないんだよ。制服、まあだから魔物がいるよ。行ってきまーす、テスト。膝から力が抜けちゃっただけ。仮眠は取ってるけど寝られなくて気になって。工房のメンテナンスも全然進んでなかったから、やることいっぱい薪でやんないと。ううん、いい、いいって言ったのに。それだけじゃどうにもなんない。わかってるよね。ゲームオーバーになったらタイトル画面に戻るだけじゃ済まないんだよ。ゲームオーバーになったらディスク爆発する、ボーンって。もし
もし。
階で見ると中くらい、中の下ランクかも。